私はアメリカのメリーランド州立大学というところで1年間留学をいたしました。その中 の工学部の中のスペースシステムズラボラトリーというところにいました。私は中学生の時にアメリカの女の子と文通を始めたんです。でその時に彼女が送ってくれる手紙とかポストカードを見ながら、すごく景色が綺麗で、あ、いつか自分自身もアメリカに行きたいなとずっと思っていました。でまた私自身も宇宙工学に興味があって、大学に入って実際に勉強していて、いつかはアメリカで留学したいという思いもありました。ですからその中学生の時からの思いと、またアメリカで宇宙工学を学びたいという思いと2つが重なって、留学をしたいと思っていました。でまずそうですね、英語は思っていたよりも通じなくて非常に苦労したんですけれども、でもそれもいい勉強で、ネイティブの方の会話を聞いて、日本で学ぶ英語だけではなくて、英語といってもいろいろな喋り方があるんだなということも学びました。またアメリカで留学をしていた時に、いわゆるアメリカの学生さんだけではなくて、アジア諸国、ヨーロッパ諸国、いろいろな国からの留学生が集まっていました。ですからアメリカを通じていろいろな国の人たちと出会う、いろいろな国の人たちと交流が持てたということも非常に大きかったです。でまたもう一つは、そういった海外からのいろいろな友達から日本のことをよく聞かれたんですね。日本ってどんな国なの、自分のホームタウンはどんな街なのと聞かれて、イメージはあってもなかなかクリアに説明することができなくて、当時もどかしい思いをしました。ですから逆に一人前として認めてもらうためには、海外のことを知るだけではなくて、自分の国のことを知る、自分の文化を知るということは非常に大切なんだなということを学んだところも大きかったです。で留学もいろいろタイミングがあるかと思うんですが、社会人になってくるとなかなか自分のペースで動けないというところもあって、学生のうちだからこそ自分で自分の時間をマネジメントできるということがあると思うんですね。だからそれをぜひ有効に活用して、自分にとって今がチャンスだと思ったら、そのチャンスを逃さないでね、ぜひ行動に移して挑戦してみてほしいと思います。そこから得られるものはきっと大きいと思います。